ご紹介をさせていただきます。天野雅子先生は、お茶の水女子大学教授で、社会学、特にネットワーク論をご専門とされており、エンゼル財団理事、研究顧問でもいらっしゃいます。主な著書に、フェミニズムのイズムを超えて、おいの近代などがございます。では、これより講演に入らせていただきます。今回は、家族、人はなぜ家族を生きるのか、 共に生きる力のためにおテーマに家族を生きるということの本質を深めていきたいと考えております家制度の崩壊各家族から家族の多様化の時代へ家族のスタイルが様々に変容していく中今改めて家族を根底で支えるものに目を向けることが大切ではないでしょうか家族の根底にある変わらないものとは何か 家族をつなぎとめるものと題して天野先生にお話をしていただきます。では天野先生お願いします。えー、こんにちは天野でございます、えー。どうか皆さん肩から力を抜いてリラックスしてお聞きください。あのご自身の家族の暮らしをこう思い浮かべながら私の話を聞いていただければ大変嬉しいと思います。あと4ヶ月で20世紀は終わります。 20世紀はどんな時代だったかと問われたら皆さんはどうお答えになりますかもし私でしたらものづくりの世紀ものの豊かさを追求した世紀だったというふうに答えたいと思います戦争の世紀とかあるいは多産他死から小産小死へという人口革命の世紀だったとか あるいは大衆の世紀だったというふうにいろんな答えがあるでしょうけれども私は「ものをより多く持つ豊かさこそが20世紀を生きる人たちの価値観と暮らしを特徴づけるものでは,なではないかなと思うんですねで。では21世紀がどんな時代になるのか。で21世紀の何々というタイトルのついた未来論を いくつか読んでみましたがまるで見当がつきません非常に不透明なんですねで、ただはっきりしているのはこれまで以上に変動の激しい社会になるということで、その中でこれまで以上に人と人との関係づくりが問われる世紀になるのではないかなという予感がしておりますつまり物ではなく関係の豊かさが 関係を築く力が追求される世紀になっていくような予感がするんですね中でも私たちに最も身近な家族のあり方家族の関係のあり方が真剣に模索される世紀になるような予感がしますそれでは第一に今私たちは実際にどのような家族を営んでいるのか第二に 家族の形は変化してきましたが過去から現在まで家族を貫いて変わらないもの私たち一人一人を家族につなぎ留めるものでこれこそが家族の核あるいは家族の原型というべきものでしょうがそれは一体何なんでしょう でその2つの点をはっきりさせることがですねえ家族の新たな関係を作る時のヒントになるんではないかなと思うんですね。その2点にについいてて皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思っております。